またこの MBTI では、うん、SJ、NT、うん、SP、うん、NF、うん、もう本を見なくてもできるようになりました、はいはい、SJ がここの本で挙げられているのは、うん、伝統主義者、うん、神様でいうとエピメテウスですね。エピメテウス、はい、合衆国の 40% は SJ 型、うんうんうん、これ男性も女性もです。 SJ なんですね。やっぱりこの日本でも SJ は多いっていうのは言われてますね、うんうん、はい、これは僕の感覚じゃないです、うん、はい、多分 SJ は、うん、はい、多くを占めてます、うんうん、はい、この感覚判断の人というのは、うん、すべきかすべきでないかで生きてますと、うんうん、また個人的希望よりも、うん、仕事の約束、結婚、家庭っていったところに価値があることがあり、うんうん、現実的で明確に定義付けられた役割によって生きてますと、うんうん、男性は自分は保護者、提供者とみなし、うんうん、女性は自分を世話人、養育者と、うんうんうん、もう進んで認めているところがありますよと、うんうんうん、これは本に書いてあることです。その役割を演じようとするみたいなのが SJ ってことですよね、うん、あっていうことですね、うんうん、ですべきかすべきでないかっていう、うん、まあ、若干このすべきっていうのを持ってる、うんうんうん、はい、でありそうもない災難が自分に降りかかると心配することがありますなんて書かれているので、うんうん、まあ、タイプ6が多いんでしょうかね、うんうん、ぽい。まあでも 40% って言いますからね、まあ、日本でもなんかタイプ6が一番多いなんて言われますし、うんうんうん、タイプ3の国のでも SJ、 あ、そうですね、はい、で感覚判断の人はその真面目さを補ってくれる楽天的で自発的なタイプにその心惹かれるかもしれないが、時が経つにつれて相手が予測不能っていうことと無責任に見えることがあるかもしれませんね、うん、なんてことが書いてあり、うん、ESTJ、TJ、はい、ESTJ、うん、外交感覚思考判断型の合衆国、まあ、アメリカで言うとですね、はい、14% が ESTJ、うん、合衆国の 8% が ESTJ、うん、女性ですね、うん、でこの ESTJ っていうのは自己を主張し率直、うん、論理的で素っ気なくて活動的、うん、で明確、うん、そうですね、うん、現実的感覚、うんうん、現実的な S で、うん、シンキングして、うん、ジャッジするっていう人ですね。で外交なんですそういうのをじゃガンガン表で出す人、うんうんうん、なのでしばしば支配したがり対等な関係を求めるパートナーに立っては問題になることがありますよと。でまたエニアグラムで言うとしばしばタイプ8、はい、タイプ1、うんうんうん、あ、ぽい。ぽい。要は外交、いい外交型で現実的でシンキング、うん、論理的でジャッジ、うん、それを表で出す、うんうん、っていう方なので、うん、8と1に合致しますが、うん、3と7にも見られますと、うんうんうん、なのでエニアグラム8とか1とか3とか7すべきの人ですべきを表で出してる人、うん、君はこうすればいいんだよ、うん、っていうのを論理的に言う人、うんうん、なぜならですよね。君はこうするといいよ、なぜならあもうそうですね、ちょっとドキドキしてきますね、そういう人、はい、僕もそうなりたかったんですけどねシンキングが足りないようです、はい、で ISTJ、うん、なのでこれは先ほどの外交の人たちが、うんはいうん、うちにこもる場合ですね、うんうん、うちにこもるというか自分の中で考えたい人、うん、一人になった時に元気になれる人、うんうん、ISTJ、うん、内向感覚思考判断、うん、合衆国の 14% が ISTJ、うん、合衆国の女性の 8% が ASTJ、うんうん、ISTJ の人は実際的で気難しく、うん、きちんとしていて時間に正確だと、うんうん、自分にも他人にもしばしば高い期待をかけます。忠実、意志が固く、うん、時々非妥協的に見えますと、うん、そうですね、うん、自分の中で練ってますから、うん、1みたいな人ですね。出ましたでエニアグラムで言うとタイプ1、タイプ1、タイプ5、うんうんうん、タイプ6はこのタイプに属している可能性がありますと、うんうん、なのでまあメガネキリな感じで、うん、論理的で、うん、あの人に厳しいタイプの人はもしかしたらこの MBTI で言うと ISTJ かもしれない。内向型で現実的で
シンキングしてジャッジする人、うん、面白いですね、はい、エニアグラムとのつながり、うん、なんか見えてきますね、うん、で、まあ、二等兵がここにいるかですね、はい、ESFJ、 ESFJ、はい、外交感覚感情判断の人、うんうん、合衆国の男性の 5% が ESFJ、うんうん、合衆国の女性の 13% は ESFJ、合衆国の女性に近いってことですね。まあ、あの二等兵は女性ですよ、ほとんど、うん、しかもそのアメリカの女性、ああ、肝っ玉母ちゃんみたいな感じなんですかね。、うん、いらっしゃいって、そんな感じなんじゃないですか、ね、イワシのパイ焼いたわよって。ESFJ の人は、うん、温かく優しくて、うん、同情的ですと、うんうん、実際的援助的な方法で愛情を示し、うん、彼らはよくしゃべり集団を作り求められ認められることが好きで、うん、他人の欲求のために自分の欲求を犠牲にする場合がありますと、うんうん、ESFJ はしばしば温かい受容的なパートナー例えばタイプ Q、うんうん、を選び、うん、無口な人、うん、例えばタイプ5、うん、には無視されたと感じることがありますと。あ、どうですか。まあ、分かる気はします。うんうん、でタイプ2とタイプ6がしばしばこのタイプですと。あ、うんうん、タイプ2っぽいですもんね、今の説明が、ね、うん、要は外交外に出て、うんうん、感覚的に感情で決める人、うんうん、決める人好き、この人好きだから何とかしたい、うんうんうん、タイプ2っぽいですね、やっぱりタイプ2っぽい、はい、まあ、6はどこにもいそうですもんね。6は多分ね全部出てきます、うん、どのタイプにも、うん、はい、でそのそんな内向の人ですね今度は、はい、要はさっきは外に出て明るい人でしたけども、うんうん、一人でいるときに元気になるんだけども、うん、感覚で捉えて気持ちで決める人、うん、ISFJ ですね、うんうん、ISFJ 合衆国男性の 5% が ISFJ、うん、合衆国女性の 13% が ISFJ、うん、ISFJ は普通無口で忍耐強く、うん、優しく極端に依存的で忠実ですと、うん、他人のために尽くす、うん、援助を受け入れ否定的な感情はなかなか表現できませんと、うんうんうん、ISFJ の人は極端に忠実でしばしば責任を負いすぎたって感じる方々、うん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 、タイプ1、タイプ2、うんうん、タイプ6がしばしばこのタイプですと、うんうんうん、今だとなんかちょっとつながって見えますよね、うんうん、そんな感じはしますよ、はい、うん、というところで、うん、愛の主さんおはようございます、としさんおはようございます、日本は確か、うん、E と I が6対4、うん、E が6、うん、I が4、うん、S が、うん、S と N が3対1、うんうん、S が3、うん、N が1、うん、で T と F、うん、シンキングが3、うん、F が1、うん、で J と P は1対1っていうのが、うん、灰の人さんから来ているので、うん、多分確かな情報だと思います。どっかで調べた得た情報ですよね、きっと。彼は二等兵とは違いますので、うん、ルールを出すの人ですから、うん、はい、多分ちゃんとどっかにちゃんとあるデータを持ってきたんだと思います、はい、ありがとうございます。こう自分の感覚ではなくて僕の感覚だ。申し訳ございません。 E が6、4が内向、僕あの内向の人の方が多いと思ってたので、感覚的に僕はそんなことないかなと思ってます。あ、そうですか、うん、学校とか見ると、はい、内向より外向の方が多いじゃないですか。そっか、僕が基準だからだ。外向の基準が、あ、自分よりおとなしい人はみんなおとなしい人、そう、うん、それでいくとだいぶ違いますよね。僕よりも、で僕が黙る場合ってあるじゃないですか。はいはい、僕が黙る場合の人が外向だと思ってるんですよ。はいはいはい、それはそれ間違うはずですよね。それは内向ばっかりですね。申し訳ございません。みんな出たくないの、出たくないのって。申し訳ございません、はい、そうですね、うん、あ、それはそうですよね。やっぱ T と F は、うん、T が1です、フィーリングが3ですよ、うん、はい、うん、T がそんなに多いわけがないです、うん、はい、あ、これは僕の感覚で喋ってます。、はい、がデータでもそのようです、うん、